若手が何か作ってますが、楽しみです。多分これですね。はい、中を行われました。キラーさん、なんか若手が張り切って、若手が張り切って、たまにはちょっとふざけてます。ちょっとまさか、まさかの噂の、噂の、ね、それ以上は、でもそれ以上はちょっと言えないですけど、まあ、ね、あんな試合の後ならね、ちょっと楽しみながらでもね、やっていかないといけないと思うんで、大将が点が取れて勝てなかったって言うんだから、5点取られても6点取ればいいじゃないかっていうのをね、今日からしていきたいと思います。だってもう守らないって言われて言っちゃったから、ね。もうなんか大将も直っちゃった、うん、だからもう大将がそれだったらもうそれについていきますもんね、しっかりね、残り9試合まず下取り2桁取らすで5位を、ね、確保して天皇杯もあるし、まあ、天皇杯とか早いけど資金難が予想されるんでちょっと賞金は、うん、賞金は絶対取ってね、まあとりあえず今日の試合ね絶対勝たないといけないんで、もう今日のミッションは前田に点を取らせないことと下とか点を取ること、難しいけどゼロで終われとか言わないから、もうじゃあ大将が守れって言わないんだったら2点取られてもいいから3点取るよね、でもそこで2点取られて反撃できないようなサッカーだったらちょっと怒るかも、それはそういう気持ちでやっていきたいと思います。今日もお願いします、はい、しかし不安ですな、いや上手いなと思うんですけどねたまに遊び心満載で、まあ、遊び心遊び心やっていきます。あ、危ない。お疲れ様です。雨です。今日は。あれから1週間経ち。そうですね。早かったです。まあ、いろいろありますけど。まあ、悔しいですけど、もう頑張るしかないんで、3-0になっても浮かれない応援を心がけたいと思います。そうぐらいです。どこまで言うんだって。まあ今日10キロ。しょうがない、しょうがない。だいたい立ち直って。そうですね。まあ行った人も少ないですし、うちからは。まあ、まあ、でもああいう試合経験できたことがでかいかなって思います。雨と人が。そうですね。まあ負けてるのもあると思うんですけど、まあこうやって。技術の選手だけうまいよ。なんですかね、まあ負けてるから人少ないっていうのは、まあ、当然のことだと思います。そういうのも逆にちょっと面白いかなと、こういうのが生き物なんだな、スタジアムの生き物だなって思うんで、勝って、はい、まあ、応援も楽しんで、はい、そうですね、応援楽しんでまた来てもらえるように頑張りたい、まあ、こういう雨の方がインパクト強いと思いますし、頑張りたいと思います。以上です、頑張ります。はい、お疲れ様です。ちょうどいいスコアかなと45分が、はい、まあ、東島のいいスコアかな。 2-0 だとちょっと危なかったんでわからないですけど、 2-0 じゃ危ないって意味わからないけど、まあちょうどいい感じの引き締まった感じで迎えられるんで、はい、出雲がすごい頑張ってるんで、そうですね、いい感じですね。俺見とらへんけど、まあ試合ホイッスルが鳴るまでが試合なんで、しっかりここで頑張ってもらって、ね、はい、今日こそ勝ちたいですね。見た感じ、パズの方がちょっとそうですね、ちょっとやりづらそうですね。あ、まあちょっと怪我人が多いんで、まあ、森田さんとか入ってくれたら、まあよくわかんないですけど、なんかまあなんとか守れてるなって感じで、コマちゃんがね怖いですね。やっぱうまいっす。久々にこっちのやってくる、あのサイドえぐってくる感じがなんか懐かしくて、ちょっと懐かしかったです。敵に回す。あんまり敵にやりたくないです。フリーキックもなぜか蹴れるようになってるんで、いつの間にか。この前も決めとったんで、決めとったかな。まあなんか結構決めてるんで、はい、しっかりな。2発あったんでちょっと怖いですね。フリーキックを持ってるとは。まあ、しっかり。ファールしたくない。したくないですね。危ないですね。ここにします。お疲れ様でした。お疲れ様でした。3-1で勝ったということで、はい、まあね、とりあえずは勝ったっていうことが、はい、まあ、先週の試合もちょっと気持ちが なんかありましたけどね。なんかまあ、もっと喜べよ。嬉しかったです。嬉しかったです。ゴロリ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 、よかったよ。お母さん、やっぱり勝てるさまよかったよ。次回は福岡。麻生太郎の人物ですよ。嘘確か違うっけ。あ、違う、福岡出身。
でしょ。ああ確かにそうだ、ね、私のふるさと豚骨パワーで福岡倒しましょう。しっかり勝って、ね、連勝でいきましょう。本当連勝で、ね、大事です。今日も応援の雰囲気良かったんでまた続いていきましょう。はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。また福岡で。